イワノフ反応は、アリール作サ産サのエンジオラートが、カルボニル化合物や、イソシアネートなどの旧電子反応剤と、旧電子負荷反応する、有機化学反応のことである。発見者のブルガリアの有機化学者であるディミタール、イワノフの名前にちなんで、当反応は名付けられた。イワノフ主役は、アルデヒド、ケトン、イソシアネート、ハロゲンカアルキルトを、多くの旧電子反応剤と反応する。 生成物は自発的に脱炭酸を起こすことはないが、いくつかの試薬では起こすことも可能となる。イワノフ反応は、チンマーマントラックスラー六位感染異状態を経由して進行することが明らかとなっている。イワノフ、ディースパソフ、A ブル、ソーク、チン、フランス1931、49、19アンド375、イワノフ、ディエトール、ブル、 ソーク、チン、フランス1932、51、1321、アンド1325、アンド1331、ブレガエブ、B、イワノフ、D シンセシス1970、615、627、イワノフ、D シンセシス1975、83、98、ハウザー、CR、ダニバント、WR、アルファー、ベータ、ジフィーナイルプロピニックアシッド、 オーガニックシンテシーズ 40-38-http コロンスラッシュスラッシュ www.orgsyn.orgsyn.orgsyn.prep.asp.prep.equal cv5p0526 ツインマーマン h.e. トラックスラー md ザステリオケマストリーオブザイワノフリーフォーマットスキーリアクションズジャーナルオブザ アメリカンケミカルソサイティ79-1920-1923ドイ -10.1021 JLH565A041 ありがとうございます。